回はふわとろオムライスの作り方をシャアなし解説していきます。 L サイズの卵を3個用意しまして、卵白を切るように1分間かき混ぜていきます。火加減を中火に設定しまして、1分間しっかり予熱します。そしたらまずい時間をやり過ごす。予熱が終わりましたら、最近価格が微妙に高騰しているバターさんを 10g 引いて、フライパン全体にまんべんなく溶かしていきます。バターが溶け切ったら、一生懸命かき混ぜた卵をフライパンに投入します。左手は前後、右手は円を描くように素早くかき混ぜていきます。卵は外側から固まりますので、こまめに外の卵を内側に入れ込んでいき、再びぐるぐるかき混ぜていきます。この工程を汁気が少なくなるまで繰り返します。かなりフライパンの音がガチャガチャになりますので、良い子は夜中にオムライスを作るのはやめましょう。近隣さんからのクレームは自己責任でお願いします。汁気が少なくなりましたら、トントントンと叩きつけて周りの卵をこそげ落としていきます。そしたらフライパンを傾けて、レディーを扱うように優しく卵を寄せて扇形を作っていきます。先端を軽く焼いて、フライパンの縁の卵を剥がしたら、みんな大好きトントンのお時間です。フライパンの柄の部分を優しく殴って、奥の卵を手前に手繰り寄せていきます。つなぎ目が上に来ましたら、卵の両サイドの形を整えてあげて、美しいオムレツの形を作ってあげます。次は最高難易度である卵をひっくり返す工程です。卵の先端にお箸を入れて、フライパン手動でひっくり返します。お箸はあくまで補助だと思ってください。ひっくり返したら、つなぎ目を軽く焼いて、オムレツのお口をチャックしていきます。最後にオムレツの高さを出すために、フライパンの縁を使ってトントンしていきます。こうすることによって、チキンライスの上を転がるビューティフォーなオムレツに仕上がります。つなぎ目が再び上に来ましたら、いよいよライスに着地させていきます。チキンライスの斜め45度から着地させて転がしていきます。そうすることによって、オムレツをセンターにナイスオンすることができます。先端に1本包丁を入れて、手前にスーッと包丁を滑らせていくと、まるでナイアガラの滝や。仕上げに円を描くようにケチャップをかけて、パセリを振りかけたら、最後はドヤ顔講座です。うの口、あの顎、目玉を丸くして斜め45度を向き、目線をカメラに送ります。お待たせしました、オムライスどうぞ。